文句罪長が突然ハデス義空と冥界に、彼の魂に死亡した某男があります。生と死のハデスの小切手配り、彼が来てもらうために義空ミスを発見したが、非常に怒っている地球に戻って彼をくっつく位置を呼び出すように命じます。男性が辞任した後、地獄の宮殿から長老、密かに懇願義空は何地獄を身に連れて行きました。義空をその後、彼の旧地獄と一緒に旅、剣ツリーで注文されたものを彼に全てを指しています。そして最後の場所に、僧侶が死亡まで、大声で叫んで日本足、逆さまに、通過ロープを持った男を見ました。近く、僧侶が彼の兄弟であることを見た人々に長、長さんは、この兄弟のような人に会ったが、また怖いと悲しい、と義空を尋ねた。義空を彼に言った。そんなにので罰であること、罪を犯し、この人は何ですか？この男は修道士として自分の地ヒーピーアオードゥーが全てを取るために、人々は昇級のお金を気まぐれにした後、これだけので、彼を罰する。この罰を逃れるために、彼は悔い改めなければなりません。某長が意識を取り戻し、彼の弟が疑われています。彼が死亡しました。その時、弟は幸福寺に住んでいた。彼は彼の兄弟を訪問するために行ってきました。寺の門を入った。彼は再び痛みの音を聞きました。部屋の中に、私の弟は、全く同じ逆さま壁に、そして地獄の状況に逆さまに、たも、物感に水泡、敗血症の亀裂、足の連続流出を得ました。それは、足の裏返しである理由。人々の超恐怖は、彼の兄弟に尋ねた。彼の弟は答え、町の人々は聞く。だけが彼の足は、少しだけで、一般的にひどい掘る肉などの痛みの一部、または痛みを緩和することができるように垂れ下が、後に彼は彼のノコギリを置き、地獄に聞いた彼に言いました。弟に怖がって聞くので、うやうやしく痛い足が徐々に朝2週間後、始まった栄翔、汚い、壊れたワインを終了します。それ以来、彼は厳密に仏教の戒律の僧となりました。別の師は言った、スリムな地獄が、これは多くの場合、私の救済から解放じゃ悪で、彼は地獄の罰から、実際には、災害のこの世界を知らなかったと推測することはできません。それは素晴らしいではないですか？